使うと本当によくわかる。これよくぞ出したなっていうふうに思う、こんなカメラを。あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。高画素機買っときゃ、乱暴な言い方すりゃ、せいぜい型落ちだなんだっつったところで長く使えるんですよ。すげえ乱暴な言い方すりゃ。じゃあ例えば当時、じゃあいつまで6000万画素を満足、6000万画素でチープ化する画素数にそれが6000万画素がなるかっつったら相当先だからね。次は8000が出た瞬間ですよ。まあだけどそれでも6000万画素って上から数えた方が早い画素数じゃん、今ね考えたって。今まあしかもこれ小さいからね。うん、そうそう、だからそう考えた時に、例えばもしかしたら R5 は次の R6 が出て、 R6 が例えばじゃあ8000万画素になったら陳腐化する可能性が非常に高いです。それはでも8000万画素の世界また俺違うと思うから、うん、それはそうなるかもしれないですけど、こいつは別っすもん。こいつだってこの大きさで6000万画素ないっすもん、これしか。他に緻密な絵を撮ろうと思ったらもうこれしかないんで、こんなちっちゃくてっていうのはすごい感じますね。もっともっと冷静に考えると、他社のメーカーでもないからね、6000万画素。そうですね、まあ一応フルサイズだからね。またそういうこと言い出すとまた中盤があるとかいろいろ言う人がいるけど、もうレンズのバリエーションが違いすぎる、あまりにも。主要3メーカーでフルサイズで出してて、6000万画素は唯一ソニーだけですからね。はい、あとシステムとしてのリッチさが全く違う。広角、超広角から超望遠まであるのって、もう今はもうフルサイズだけなんですよ、現状として。まあフォーサーズもあるよ、あるけども、まあ、そこはやっぱりスモールセンサーがゆえに、やはり我慢せないかんとこいっぱいあるわけですね。ちょっとね、一件すみません、コメントいいですか。はい、とりあえずお初の方ごめんなさい。清若さんですね。はい、はい、清若さん、初めてコメントしますが、アルファ 7CR 買いました。部長さんの言う通り感動します。ありがとうございます。初のやろうございます。皆さんよろしくお願いしますね。はい、お初の方でございます。はい、ですです。だと思うんですよね。そう、7段だからね、これね。スタンダードになっちゃいましたね、7段もね。これ使うと本当によくわかる。これよくぞ出したなっていうふうに思う、こんなカメラを。そう、システムなんですよ。そうで、まあ僕はね、これ前から本当に何度も言ってるけども、僕にとってのやっぱりカメラって総合力なんで、そこでやっぱり何か突飛したところだけがすごくいいシステムっていうのは僕の中で不完全なんですよ、それは。システムとしてね。で、僕は道具を集めることは僕全然僕は趣味じゃないんで、あくまでも僕は写真が趣味なんで、こっから出てくる写真が全てなんですね。なのでこの道具がいかに何か魅力的だろうと僕全く興味がないわけですよ。写真が撮れなければ意味がない。しかも簡単に最短で要はたどり着いてほしいっていうのが僕の写真の考え方なんで、そうって思うとこのソニーが出してる新しい α7CR っていうのは自分の考えるフォトスタイルの中で相当理想的な一台と言ってもいいですね。絵はね、多分 R5 と大差ないものが出てくるだろうっては想像してたんですけど、操作感がねこんなにいいと思わんかった。もうさっきも言ったけど、結局 AIF 動向よりか、とにかくこの操作感がめちゃくちゃ改善されてるところに自分はめちゃくちゃいいなっていうふうに思っちゃいましたね。試してね、触ってる時じゃ分からないぐらいですからね。まあ良くなったんだ、分かんないっすね、良くなったんだっていう、ね、自分のものになってこうちゃんと肌に馴染むようになってから初めて、ああ使いやすくなったなっていうのもあるでしょうか、ね。いろんなケースで使えますからね。歩きながらとか、カフェの中とか、あとは立ち止まって撮ったりとか、ファインダーを見てる見ない、もしくはもうノールックで撮ってみる、全部やってみたんですよ。めちゃくちゃ綺麗に撮れててびっくりしましたね。で、後でね、あ、そうだ、さっき俺がノールックで撮った写真ちょっと後であげますわ。解体工事してるそのユンボがあって、ユンボがその解体してるそのビルの中にドンとあって、そこの中にその外国人のオペレーターの方が座っててスマホいじってるんですけど、結局それが後から見て分かったんですよ、それは。僕はとりあえずその瓦礫の中にユンボがボンといる様がかっこいいなと思って、それで結局そのなんかよくさ、ビルの解体工事してる時ってさ、
歩道がちょっと潰れてて車道の方にちょっとなんか迂回する道路が道が作ってるみたいなのある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 でしょ。で警備員の人がいてはいこっちこっちってそこ歩かされるわけじゃないですか。だからそこで立ち止まって撮ってるとやっぱり迷惑なわけですよ。なので歩きながらあなんかかっこいいなと思ったんでもう歩きながらすぐ電源パッと入れてあもうってこんな感じだったんですね。でそれの写真を見たときにちょっとねびっくり仰天しました。それはあとで X の方に上げておきます、はい、めちゃくちゃ綺麗に撮れてて驚きますそれは。うん、いいですね。まあいいですよね本当に ね、まあ、ね驚異的です。で間近で俺 C2 を買った人があんまりいないんでまあ驚くべきことにこの C の新型買った人僕の周りみんな CR ばっかなんですよ、うん、買ったのが。なんで C2 のその使用感とか絵の感じってなんかまだ全く分かんなくて、うん、もしよかったらその X の方とかにいや自分は C2 買ったんだけど C2 もめっちゃいいよっていうのを上げてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいなと思いますね。なんかどうも今の話するとさなんかこの新しい C シリーズって CR が本命でさなんか C2 ってそうでもないのみたいな感じで俺の喋り方だとそう感じちゃうじゃん、うん、そうじゃないよっていう。なんでかって俺知らんから喋ってるだけだから、うん、知ってる人にねもっと声で上げてほしいなっていうふうにすごく思います、うん、世の中的には C2 ですから世の中的には C2 で、その通り、その通り、まさにその通りですね、はい、世の中的には C2 の方が圧倒的にこう知名度もあるし高いし高いっていうか、はい、人気があるっていうかみんな買いたいって言ってるのは C2 ですから。はい、はいはい、フォーカスエリアワイドワイドワイドそうワイドです。はい、電球とかみたいなああいうの撮るときは何だっけ拡張フレキシブルか、うん、みたいなやつでロックして撮りますけどなんとなくのやつに関してはほとんどがワイドですね。ワイド AFC ですね。やっぱこの AI が入ってからワイド AFC をね本当に使うようになかったです。人物撮影するときはもうほぼワイド AFC ですね。拡張フレキシブルとか使わずに、だいたいちゃんときます。AF の精度 R5 よりかいいのかなこれ。俺あんな適当に撮って撮れたことないんですよ。 R5 も結構適当に撮っても撮れちゃいますけどまさか撮れてねえだろうなと思ってやつが撮れてる感がすごかったですこのカメラ。なんとなく撮ってまあ無理だろうと思ってたやつが撮れてて驚きましたね。そのまんま乗っけるとも思えないけどねプログラムは変えてると思いますよ、うん、若干ね。まあそんな劇的とは言わないけどね、はい、うん、うん、修正はしてるんじゃないかなと思います、うん、そんな感じだよね。手ブレ補正の影響あるかもしれないな。だからこの50の F12 につけた時に強力に出てる可能性はあるね。だから、まあ、だからタムロンレンズ使ったらもしかしたら違うかもしれない。ああそうかな。まああと一応だって CR も8段でしょ。 GM つけりゃ7段か8段でしょシステムで 7? CR じゃねえやごめん R5 R5 8でしょ。だからまあ似たようなもんだよね。だからまあまあまあ、うんうん、なんでもしかしたらこの CR と50の F12 の組み合わせがやたらと効く組み合わせだったのかもしれないけど、なんせやったらピントが合うなっていう、その R5 と比べても遜色ない。まあ当たり前ですけど多分同じシステム入ってると思うんで、なんせよく合うなっていう感じですね。